昨今ライバルメーカーのデジタル液晶メーターと比べるとだいぶ情報量少ないなと。さらにシートヒーター、シートベンチレーション、トリプルゾーンのエアコンもついてると。この辺はさすが高級車前としてますね。果たして私は買えるのか。レクサス新型 RX フルモデルチェンジ、 RX500H F スポーツパフォーマンス見てきましたので、今回はまず内外装編お届けしたいと思います。以前の動画でもお伝えした通り、新型レクサス RX は購入方法が、まあ、反社によって異なるんですけれども、大体抽選となっていて、私のお世話になっているお店でも抽選ということで、抽選発表を今待っている状態です。既存オーナーですら抽選、そして新規のレクサスオーナーの方は全国統一で500台を、まあ、争奪戦で抽選になるという状況になっている、かなり狭き門となっている新型レクサス RX ですが、果たして抽選が通るのかどうかっていうのはまだ後日発表したいと思いますが、まずは店舗に入ってきた展示車、こちらを見ていきたいと思います。お世話になっている店では3台の RX が、まあ、展示車試乗車として入ってくるということで、 RX500H F スポーツパフォーマンス、 RX450H プラスバージョン L、RX350F スポーツということで3台ありますが、今回見ていくのは RX500H F スポーツパフォーマンス AWD、こちらですね。車両本体価格は900万円となっていますが、これは既存オーナー向けの価格ですね。新規のレクサスオーナーの方には抽選販売モデル500台の中のRX500F スポーツパフォーマンスはオプションも固定で947万7400円となります。まあ、マクレビとかが、強制装着になるということですね。それではフロントから見ていきましょう。こちらホワイトノーバガラスフレークという F スポーツ専用カラーですね。私この白好きですが、今回スピンドルグリルがまあ半分になってスピンドルボディになっているのが、まあ、下半分だけ目立っちゃうというのが嫌だ場合はブラックのボディカラー選ぶと良いんじゃないかと思います。で、3眼フル LED ヘッドランプが、今回 F スポーツには標準装備になったと。これは朗報ですね。今まではオプション扱いだったんで、まあ、その分車両本体価格が高くなっているとも言えます。サイドのところにはレクサスロゴがあると。で、アダプティブハイビームはブレードスキャン AHS になっていると。まあ、これは先代同様ですね。対向車の部分をシームレスに遮光してくれると。で、ウィンカーはですね、アローヘッドが反転するのではなく、その上の部分がウィンカーとして光る形になります。なので、アローヘッドは常に光っている。まあ、この方がいいかなと思います。で、レクサスロゴはハイブリッドでももうもはやブラックになっています。で、メッシュタイプの、専用シームレスグリルということで、まあ、電動化、していくレクサスエレクトリファイドの、まあ、意思が現れているグリルとなっていますが、好みは分かれそうですね。で、サイドのところもピアノブラックになっていて、ホイールハウスの方に風は抜けそうですね。で、LED フォグランプがあって、で、下のところにはね、ラインが入っていますが、ここが、ブラック漆黒メッキになるというのが F スポーツパフォーマンス専用の、装備となります。普通の F スポだと、シルバーメッキになります。で、エンジンはですね、新型クラウン RS と同じ 2.4L、デュアルブーストハイブリッド、 E アクスルで後輪を電動で駆動させる新しいタイプのハイブリッドシステムが採用されます。試乗できるようになったらね、じっくりレポートしたいと思います。ボンネットもちゃんとダンパーついてますからね、その辺はクラウンより車格が上という感じはあります。続いてサイドの方回っていきましょう。やっぱり白いボディの RX は堂々としてホワイトベースのような迫力ありますよね。で、 RX のボディサイズですけれども、全長4890、全幅1920、全高1700ということで、全幅が 1.9 メーター超えちゃいました。もうめちゃくちゃでかいです。で、全長も 4.9 メーター近くということで、まあ NX とも違う大きな SUV になったと言えると思います。そして、サイド寄っていきますが、21インチホイール。こちらは、11万円のオプションのダークメタリック塗装のものが装着されてました。音差が並んでいるみたいなね、デザイン。これもなかなかかっこいいですね。そして、F スポーツパフォーマンスには、対向6ピストンブラックキャリパー。これがつくというのが、F スポーツパフォーマンスの特徴となっています。RX350 でも、4万4000円のオプションをつけると、オレンジのキャリパーをつけることができます。こちらの F スポーツパフォーマンスでも、4万4000円でオレンジのキャリパーにすることができますが、このブラックはね、RX500 の特徴となってますので、どっちを選ぶかっていうのは悩ましいとこですね。で、タイヤはミシュランのパイロットスポーツが装着されていました。そしてフェンダーアーチの前のところにスリットがついてますが、これはおそらく、フロントのサイドのところからエアを、抜ける効果があるんだと思います。そして RX500H F スポーツパフォーマンスではですね、サイドとかリアとかのロアの部分がボディ同色になるんですね。こちらが350ですけれども、ボディ、下部のところがね、無塗装素地になっているのがわかるかと思いますが、こちらが F スポーツパフォーマンス RX500H になると、このようにボディ同色になると。この辺は好みですね。
で、ミラーもブラックアウトされて、ミッキの部分もブラックと。そして、マットブラックのルーフレール。こちらはオプションで選択可能となっています。パノラマルーフとはセットオプションになります。そして、サイドのウィンドウメッキモールも F スポーツパフォーマンスではブラックメッキになるということで、一体感は出てますね。そして、リア回っていきますが、リアコンビネーションランプは左右つながるものになっていて、ウィンカーはあそこが点滅するみたいですね。で、バックフォグは今ついてますが、左右、光っています。最近のレクサスではね、リアコンビネーションランプつながるのがトレンドとなっていますよね。バンパー下部のところもボディ同色になるのは F スポーツパフォーマンスだからですね。そして、このウィンドウメッキモールついていますが、ここが漆黒メッキになっていると。ちなみに350の F スポーツだとこのように通常のシルバーメッキになると。まあ、この辺が差別化されています。そしてリアワイパーはちゃんとルーフスポイラーに格納されるデザインになっていると。この辺はやっぱいいですね。先代から踏襲されています。リアの見た目がスッキリしてますね。ワイパーがないことで。この辺も高級車前としているところ。で、リアバンパー下部のところがボディ同色になっています。で、サイドのところスリットのような形状になっていますが、一応エアは抜けるのかと思いきや抜けなそうですね。これデザインですかね。そして、バンパー下部のところには、ここはピアノブラックのメッシュのデザインになっていて、リフレクターがついているという感じですね。マフラーは、完全に隠されるデザインになっています。まあ、この方が潔いかなと、ダミーのマフラーとかよりはいいかなと思います。そしてリア、比べてみますが、バンパー下部のところがボディ同色か、まあ、ブラック無塗装かという違いになってきます。まあ、個人的には無塗装でもいいような気もしています。このね、スピンドルボディに生まれ変わった新しい新型 RX、だんだん見慣れてきたんで、まあ、このグリルでもいいかなとも思うんですが、まあ、気になる方はね、ボディからブラックを選べば、まあ、グリルの縁取りとかがわからなくなるんで、まあ、解決するかなというところですね。続いて内装を見ていきましょう。ドアハンドルは E ラッチになっています。鍵穴はもちろん見えません。ここのね、ハンドルの上の部分がブラックになるんですね。そして漆黒メッキで B ピラーはちゃんとピアノブラックになっています。で、 E ラッチという電動ドアになっているので、ここにスイッチがあるんですね。これをスイッチを押すとカシャと開くという感じになっています。で、内装はこんな感じですね。 F スポーツではですね、ダークローズとブラック2色選択可能で、こちらはダークローズの内装となっています。さすが RX クラスになると内装の質感も非常に良いなと思うところですね。で、シートも今まではフレアレッドという明るい赤でしたけれども、ダークローズという落ち着いた、まあ、紅色みたいな感じになったという感じです。そして、インテリアも大型のナビがついているという感じですね。細かく見ていきましょう。まず、ドアトリムですけれども、こちらはマクレビついてませんね。トリム上部は当然ソフトパッドになっています。中央の部分もソフトパッド。で、ここにはね、ステッチ付きのスウェード調のような、ファブリックが貼られていると。で、型押しで、レクサスの L をモチーフにしてありますが、マクレビついてないとここスピーカーパネルないんで、ちょっと、まあ、殺風景な感じになるかなと。ただマクレビつけると納期が余計かかるというジレンマもあります。で、非常置きの部分は、ダークローズになっていると。で、グリップの部分も物が置けるようになっていて、ウィンドウスイッチにもですね、メッキの加色がしてあると。まあ、この辺はさすが RX という感じですね。で、この辺はハードプラですが、ドアポケットのところはちゃんとソフトパッドになってます。 500H だとね。で、これ E ラッチという電動でね、ドアを開ける仕組みなんですが、バッテリーが上がってしまった際などはですね、このように2回引くと物理的に開けることもできます。で、この辺はハードプラですね。で、ヒンジはですね、先代 RX では鋳造製だったんですが、今回新型ではプレス製になっています。で、シートは F スポーツパフォーマンスウルトラスウェードと、本革のスポーツのコンビネーションシートになっています。で、サイドのところがね、ウルトラスウェードになっていると。で、運転席助手席8Wayのパワーシート 2Way 電動ランバーサポート付きとなっていて、スイッチもね、メッキが加色されていて、台座のところもヘアラインになっていて、見栄えは非常に良いですね。で、これ養生されてますが、 F スポーツというね、ブラックロゴの、スカッフプレートが付く。これも F スポーツパフォーマンス専用となっています。ペダル類なんですが、専用アルミ製のペダルとフットレストが付きます。で、今回の RX ではですね、なんちゃってじゃなくて本物の床から生えているオルガン式アクセルペダルになっています。これもね、地味なところですけど朗報ですよね。はい、ちょっとこれね、汚すといけないんで戻しておきましょう。はい、それでは乗り込んでいきましょう。よっこらしょいちと。で、ドアを閉めます。残念ながら EG クローザーの設定はないですね。で、E ラッチなんで、ここのボタンを押すとカチャッと開いて閉めることができると。で、E ラッチはですね、何が優れているかというと、ブラインドスポットモニターと連動してですね、後ろから車両とかが来ているとドアを開けようと思っても開かないと
いう安全装備がついています。安心降車アシストという装備がついています。これもいいですね。そして RX500HF スポーツパフォーマンスの運転席前傾ですけれども、まあ、基本的にはどのパワートレインを選んでもインテリアのデザインは同じですね。で、350の F スポーツと F スポーツパフォーマンスと内装ではそれほど違いはありません。細かく見ていきましょう。まずね、目につくのはこの14インチの巨大なタッチディスプレイとなっていますけれども、これまあディスプレイオーディオプラス標準装備となっています。まあ、これね、昨今トヨタでも評判の悪い、オーディオ選択画面ではなぜかショートカットが消えてしまって対角線のところにしかバツボタンが出ないとか、そういう細かい不満はある。これは RX に限ったことではないです。そして今回ドライブモードが NX では物理スイッチがあったんですが、 RX では廃止されてしまってですね、このタッチ液晶の中からドライブモードを選ぶような感じになってます。で、カスタムにすると、まあ、シャシーとか、ステアリングとか重さをそれぞれ変えられるんですが、このタッチモニターの中からドライブモードを選択するっていうのはちょっと煩雑かなと思います。危ないですよね。手綱コンセプトがちょっと泣いてしまうという感じはあります。で、このドライブモードはですね、タッチトレーサーオペレーションというステアリングスイッチにもショートカットとして割り当てることはできますが、そうするとディスプレイの切り替えスイッチが使えなくなるとか、そういう問題もあって、やっぱ物理スイッチあった方が良かったですね。これはブブポイントで、このタッチトレーサーのところに割り当てることができると言いますが、これを割り当ててしまうと今度メーター内のモニターの切り替えのスイッチが殺されてしまうというのもあって、あちらを立てればこちらが立たずなんで、やっぱり物理スイッチあった方が良かったでしょうと、どうしてこうなったと、これはちょっと声高に言いたい部分ですね。まあ、部品点数が減るというメリットはあるんでしょうけど、まあ、ユーザー本位ではないかなと思います。そして、このダイヤルで、エアコンの温度を調節できますし、シートヒーター、シートベンチレーション、ステアリングヒーターも、装備されていて、さらにクライメートコンシェルジュというね、自動で、乗員の体温とか気温とかを測ってですね、適切なシートヒーターとかステアリングヒーターを自動で起動してくれるというレクサスクライメートコンシェルジュもあります。そしてエネルギーフローは、まあ、ディアゴスティーニ風にですね、床板がアップデートで追加されてますが、これがいつになったら RX として完成するのかというところですね。理科の実験みたいな見栄えはいまいちというところです。そしてこのナビ画面の下にシートヒーターなどのスイッチがありますが、ショートカットをこのように消すこともできます。あった方がいいですし、十分画面が広いのでね、ボタンは表示しておいた方がいいですが、消せるということです。で、この辺オーディオのノブがありまして、この辺もソフトパッドになっていると。で、自動駐車、アドバンストパークとかですね、パノラミックビューモニターのスイッチがここにあるという感じですね。で、パノラミックビューモニターは床下、透過機能付きと、これが本当のシースルビューというところだと思います。で、ハザードランプは押しやすい位置にあって、で、エアコンのルバーはこう途中分割線ありますが、上下一緒に動くみたいですね。そして、F スポーツのオーナメントパネルはダークスピンアルミという NX と同様ですね。で、ここの下のところは物置になっていて滑り止めになっています。で、 USB のタイプ C が2口あって、ここ開けると置くだけ充電、こちら標準装備となっていますが、その上にはね、タイプ A とタイプ C があると。で、さらに 12V のアクセサリーソケットもあるということで、運転席周りだけで4つも USB の充電環境があって、さらに置くだけ充電もあるんですね。充電環境は良さそう。で、このダークスピンアルミもちょっとひんやりとした肌触りがあるのはいいですね。で、ニーパッドもちゃんとソフトパッドになっていて、この切り返しの赤い差し色も入っていると。で、電気式のシフトノブはディンプル加工になっているのは F スポーツだからですね。で、右に倒して下に入れると D というプリウスとかと同じアルゴリズムにはなっています。で、P ボタンは押すと。で、ブレーキホールドのスイッチと電動パーキングブレーキ。で、トラクションコントロールなどのオフスイッチなどがあります。トヨタやレクサスではね、P に入れると電動パーキングブレーキ自動でかかるんで、自分で引く機会はあまりないですね。で、鍵はちなみにこんな感じですね。NX とか、同じものになっています。で、剥き出しのカップホルダーですが、NX とかよりも加色が多いですね。ピアノブラックとサテンメッキのコンビネーションになっていると。で、さらに、仙台 RX でもありました、この高さ調整式の、カップホルダーになっていると。これはいいですね。なんかコースターみたいので底上げするよりはるかに、理にかなっています。で、アームレストコンソールを開けるとこんな感じですね。中はしっかり肝押し上げされています。これ運転席助手席両方から開くことができますが、ソケット類はなしと、まあ、それはすべて、前方のトレーの中に集約されていました。続いて助手席の方を見ていきますが、ドアのところからね、連続するようにダッシュボード上部のところにスエードのパネルが貼られていると。
これもね、温かみがあっていいですし、ここ間接照明で光るんですが、ちょっとね、昼間だとほぼわからないですね。で、ダッシュボード上部のところはもちろんソフトパッドになっています。このようにね、スエードのパネルがあって、ダークスピンアルミがあって、でダッシュボード前面もソフトパッドで、グローブボックスのところもソフトパッドになっています。でグローブボックス開けるとちゃんと肝仕上げもされている。さすがにね、質感いいですね。そしてこの下についている網の部分、これ副車ヒーターといって、今回から新しく追加になった 2.2 枚のオプションで、これじんわりとね、間接的に温める、装備となっています。22,000円なんでつけてもいいと思います。続いてステアリング、専用ディンプル本革ステアリングになっています。ステアリングヒーターも完備と、でレッドのステッチがついていると、でパドルもあって、でこのステアリングスイッチがですね、タッチトレーサーオペレーションといって、ヘッドアップディスプレイと連動して、今どんなスイッチの機能があるのかというのが分かるようになっていて、スイッチで切り替えることもできます。で左側ももちろんこのタッチトレーサーになっていて、アダプティブクルーズコントロール系のスイッチと、あとメーターの情報を切り替えるスイッチが割り当てられています。先ほど言いましたが、ドライブモードのセレクトを割り当てることもできますが、そうすると他の機能が使えなくなっちゃうということで、あちらを立てればこちらが立たずのタッチトレーサーオペレーションもまだまだちょっとという感じはあります。でメーターは F スポーツ専用のメーターとなっていますが、8インチ相当ということで、まあ、一度に表示できる情報量は、まあ、残念ながらあまり多くないと、まあ、昨今ライバルメーカーのデジタル液晶メーターと比べるとだいぶ情報量少ないなと、まあ、トヨタのクラウンとかね、カローラスポーツにも 12.3 インチのメーターがついたんで、レクサスでは採用してよと思うところですね。ここがちょっとしょぼい部分で、ここにドライバーモニタリング用のセンサーありますが、今回 RX では全車にアドバンスドライブというね、高速道路でハンズオフ運転40キロ未満でできる装備がついています。この辺はクラウンよりね、優れてる部分かなと思います。で電動テレスコチルト、もちろん RX ではついていると、まあ、この辺はね、高級車前としてますね。はい。そして、ステアリングの右側ですけれども、A ピラーとかルーフのライニングとかはこれね、ちゃんと肝仕上げされていて肌触り良しと、まあさすが RX、 ここは守ってくれて良かったですね。でステアリングの右側にはここピアノブラックになっていて、エアコンの吹き出し口があって、ナノイーが標準装備となっていると。で今ちなみにイグニッションオンにしたところですけども、こういう演出があるみたいですね。ポジションメモリーのスイッチがあって、フュエルリッドのオープナー、パワーテールゲートのオープナーがあって、その下には目隠しでね、ちゃんと隠されている ETC2.0 のユニット標準装備、中もしっかり金も仕上げされているという感じですね。そして、先ほど助手席のグローブボックスの下のところにあった副車ヒーター、運転席側にもステアリングの下のところについてくると、まあ、ここで、膝がじんわり暖かくなるという感じですね。そしてデジタルインナーミラー、標準装備となっています。ミラーモードにしても、フレームレスなので見栄えはいいですね。解像度も良しと。でタッチセンサーの LED 照明になっていて、SOS コール、これパカッと開けると、これ自爆スイッチでも、ベールアウトするわけでもなく、オペレーターに緊急でつながる、装置となっています。事故った時とかに使う感じですね。そして、こちらムーンルーフついていました。パノラマルーフはオプションで設定可能となっています。これね、ルーフを開けると、この手動で開けられる、内側のね、シェードですけれども、電動でも開けることができると。ただし戻るのは、手動で戻さないといけないと。でもちろんチルトで換気することもできます。そしてバニティミラーですけれども、ここも肝仕上げされていて肌触りが良く、LED なのかな、これは LED っぽいですね。アンバーの LED 照明がついていると。さすが抜かりなしですね。続いて後席見ていきましょう。後席でも施錠解除できて、後席も E ラッチの開閉となっています。この辺はいいですね。で後席ドア開けると、こちらここはソフトパッドになっていて、手動ですが、ブラインドがついていると、まあ、この辺高級車前としてますね。クラウンではねないんですよ、シェードが。でここもソフトパッドで、中央部分もソフトパッドになっていて、ここもねスエードになっていると。でフロントにはなかったですが、リアにはここにスピーカーパネルがつくと。で肘置きは、ダークローズになっていて、でワンタッチオープンで 100% 開くと、これはいいですね。そしてレクサスではですね、窓がバスンと閉まらないで、閉まり際にスーッとゆっくりになると、襖を閉めるかのような上質感があります。でこちら E ラッチになっていて、2回引くと物理的に開けることもできると。カーテシュランプもちゃんと後席ドアにもついている。あ、ここもちゃんとソフトパッドになってますね。ちなみに RX350 ではここハードプラでした。500とね350で差別化されてるみたいですね。でヒンジはプレス製となっています。そしてシートですが、ダークローズになっていて、電動リクライニング&電動格納機能付きと、F スポーツパフォーマンスでは標準、
RX350 ではオプション扱いになっています。でもまあそれでもね、オプションで選べるだけいいですよね、良心的で。スカッフプレートなどはありませんね。それでは乗り込んでみましょう。でドアは E ラッチですが、イージークローザーなどはありません。これはまあ先代同様ですね。はい、音も良しですね。イージークローザーはついていません。クラウンはね、後部座席だけイージークローザーついてるんで、その辺はクラウンのがいいですね。で運転席173センチの私のドラポジに合わせて、後席膝前は拳 2.5 個分ということで、まあ、そんなに広くもないと。つま先の足入れ性は良し。でシートバックポケットは運転席助手席両方あって、助手席のスライドスイッチは F スポーツにはついてないみたいですね。バージョン L にはついてたと思います。そしてエアコンの吹き出し口がセンターコンソール後端にあって、この辺もね質感いいですね。ピアノブラックになってると。で USB のタイプ C が2口、さらにシートヒーター、シートベンチレーション、後席部もあって、トリプルゾーンの、エアコンもついてると。この辺はさすが高級車前としてますね。後部座席のシートベンチレーションついたのは今回の新型 RX が初ですね。先代にはありませんでした。そして 1500W の、パワーアウトレットもついていると。この辺もいいですね。でセンターコンソールの張り出しもそんなに高くはないので、足元の圧迫感はそんなにないです。で、後部座席のアームレストあるんですが、ちょっとビニールがかかっていたんで、これはまた別の機会にレポートしたいと思います。ちゃんとドリンクホルダーも完備されていますし、4対2対4で分割化とされます。ちょっとビニールがあるんで、やりませんが、長尺物を積んでいても4人乗車できるのはこれもいいですね。これまたの機会にやりたいと思います。で、三角窓もあって、後部座席のルームランプもタッチセンサーで LED となっています。でこの辺のヘッドライニングの肌触りも肝押し上げされていて良しという感じですね。続いてラゲッジスペース見ていきましょう。 500H ダイレクト4のロゴがありますね。ハンズフリーパワーバックドア完備されています。足先をね入れると自動で開くというやつですね。ラゲッジ容量は612リッターということで、かなり広いですね。本当にそんなに広いのかっていうぐらい、めちゃくちゃ612リッターあったら広いですね。でワンタッチ式のトノカバー完備、もうオプションで別売りなんてケチくさいことがレクサスではさすがにないと。でワンタッチで、格納されると。で、こちらにはですね、電動で後席を格納するスイッチと、アクセサリーソケットとコンビニフックと。で、LED のラゲッジランプがついているという感じですね。マクレビつけなくても大型のねサブウーファーがラゲッジについてるんですね。これはいいですね。でこちら側には 1500W のアウトレットがあると。この辺もさすがトヨタハイブリッドではちゃんと災害対応してるというのはいいですね。まあ、確かにこうやって見ると十分広いと思います。でラゲッジアンダーは、まあ、ハイブリッドですが、まあ、バッテリーがあるんでそんなに物は置けませんが、意外と収納力はありますね。パンク修理キットが入っています。まあなんか小物掃除用具ぐらいだったら入れられそうですね。でここは何も入れられないですね。たまにここに隠し収納があったりとかするんですが、今回はなさそうという感じです。そして、ラゲッジ側からね、電動で後部座席格納できるのって最近欧州車でも廃止されがちですが、ちゃんとレクサス、新型 RX では電動格納、機能がついていると。まあ、この辺はね高級車前としてていいかなと思いますが、ちょっと格納するのに時間がかかると。まあ、そういう意味ではレクサス NX ではですね、電動と、しかも手動でも格納できるというね画期的なシステムでしたけれども、まあ、あれもあれでね理にかなってたんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと格納するのには時間がかかるかなという感じですね。で、両方とも倒すとほぼフラットな、ラゲッジスペースになると。まあ、ちょっと後部座席側にスロープになるような感じになりますが、段差チェックをしてみましょう。まあ、こんな感じ。継ぎ目はないですが、ちょっと斜面になるという感じですね。まあ、頑張れば車中泊もできなくないんじゃないかなと。斜めに寝ればできるけども、RX で車中泊する人あんまいないかもしれないですね。といった感じで、新型レクサス RX500HF スポーツパフォーマンス内外装見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。今回私初めて見ましたね。以前先行展示で拝見したのは 450H のバージョン L だったので、今回 F スポーツパフォーマンス見たのは初めてとなりますけれども、いやなかなか内外装質感さすがに RX というだけあって高いですね。装備的にもシートベンチレーション前席後席までついているということで、まあ、車両本体価格900万円なんで、まあ、装備充実してて当たり前というところはありますが、まあ、さすが
不満のない装備内容になっているかと思います。まあ、強いて言えば、まあ、ナビ周りそしてメーター周りかなというところですね。ちなみに私が抽選申し込んだグレードはこちらの RX500HF スポーツパフォーマンスになります。まあ、抽選が通っていればこちらが買えるという感じなので、私クラウン、クロスオーバー RS アドバンスと、ね、購入して納車待ちとなっていますので、同じパワートレなんですよね。で、同じ 4WD の機構となっているので、2台ね両方買って比べてみたっていうね、あたおかはなかなかいないと思うんで、まあ、価格差が結構ありますんで、こちらの見積もりも実はいただいてますので、レクサス RX の見積もりレポートも後日やっていきたいと思いますし、まだまだね350の F スポーツと 450H のバージョン L の内外装レポートもありますので、しばらく RX フェスタ続いていくと。そして私の抽選は間もなく発表ということで、ドキドキしながら待ちたいと思います。受かるといいな、受かってほしいと思う方はぜひいいねボタンで押して、元気玉のようにねレクサスの店舗に届けばいいなと思います。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね。車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューブはワンタッチチューブ、次回もお楽しみに。